はい、すいません。で、今日何が一番言いたかったかって言ったら、その視力が 0.02 しかなくて視覚障害者なのに、その紅葉とかエケベリアとか育てててこう楽しいのって思われる、育てられるのって思うかもしれないし、見えよく分かんないのに楽しいのって思われるかもしれないんですけど、まあ、あの楽しいんですよ。で、そうやって紅葉もよく分からないんですけど、なんか赤くなってるっていうのは分かるし、そのやっぱりですね、なんかちょっと悔しい、そういう微妙な色加減とかが、まあ、見えるに越したことないし見たいなって思うんですけど、なんか分かんないけど本当に不思議な力があって楽しくて育ててます。で、自分ではよく分かんないんですけど、そうやって子供にちょっと見てみてって言って、うわすごく綺麗ってとか、お客さんとかにうわ綺麗ってが言ってくれるのがすごく嬉しいし、そうやって、ね、あの他の人の目を楽しませてくれるなら、でそれを私が育てたっていうのが楽しいですね。はい。でですね、その視覚障害者の人も見てるかもしれないんですけど、視覚障害者でその多肉、とりあえずエケベリアも好きでたくさん割と、結構育ててるんですけど、その中でもこうこれだったらすごくよく紅葉がわかるよっていうのもこれから発信していきたいんですけど、最近ですねフリルエケ、その形を楽しむ形とか、あと最近はアロマティカスの香りを楽しむとか、視覚以外に楽しむ方法をがあるなと思うんですよね。でフリルエケが欲しいなって、意外とフリルエケ持ってなくて、フリフリって葉っぱがフリフリってなるのをちょっと最近探してて、そんなこんなでこう次男に葉っぱがフリフリってなってる方を探してって言って園芸店で探してもらったのがこれなんですけど、多分フリルエケなんじゃないかな、なんかフリフリしてるよって、ことなので、今後ですねフリルエケをとか、まあ、他にもいろいろですね、少しずつまた買っていきたいなと思います。ちょっとこの子はですね500円以上したんですけど、まあ、1000円未満、の子でした。はい、でブスタマンテかな、これから、頑張って育てていきたいと思います。はい、でもう一つ今日は、お話ししたいのは、その多肉植物を育ててて、あなんか人生と一緒だなって思うんですよ。このやっぱり遮光ありと遮光なしで育てた子たちですね。で遮光なしでこう多肉が紅葉する仕組みは、まあいろいろね、あの皆さんの動画で私もですね勉強させてもらってるんですけど、でいろいろ、多肉が紅葉するのは、ためにはお日様の光をしっかりと当てる、あとお水を切る、あと寒さに当てる、その時に多肉はきれいに紅葉する、ということなんですけど、なんかその時にですね、ああ人生と一緒だなって思うんですよね。なんか私たちもなんかそうやって、例えば私だったらそうやって視覚に障害があります、だんだん見えなくなっていきます、とか、まあその離婚も経験してるんですけど、そういういろんなこうこれまでですね50年間生きてきていろんな困難があったんですよね。まあそれってみんなそうだと思うんですよね。なんか私だけじゃない、みんな何かしらの困難を乗り越えて生きてきてると思うんですね。で その困難に、困難があれた分だけ人はこう人生をこう多肉みたいに困難を乗り越えてきた分だけこう年を取って人生が輝く、あなんだかんだあったけど幸せな人生だったなってこう深みが出るっていうのかな、じゃないかなって、ちょっとそんなことを思ったりもします。はい、でもまあ困難はねないに越したことはないけど、やっぱり多肉にも限界があってこう、枯れちゃうこともありますよね。その葉焼けしたり、虫がついたり蒸れたりじゅれたりして寒さにあってすぎると凍ったりして、枯れることもあるので、何事も限界があるので、まあ、そうは言っても本当にもうね辛い時は、例えばですねパワハラにあったりいじめにあったりとか、もう本当に辛くても限界の時は逃げてもいいと思うし、
誰かに助けを求める SOS する、っていうことも大事、してほしいなと思います。はい、なんかそんな感じで今日は、はい、人生についても語ってみました。最後までご視聴していただきありがとうございます。皆さんの今日が愉快な一日でありがとう、ありますように。バイバイ。ビデオの録画を停止ボタン。